藤沢市図書館は、神奈川県藤沢市の公立図書館。湘南台にある、総合市民図書館、展示図書館を、はじめ南市民図書館、辻堂市民図書館、湘南大和図書館、及び他11カ所の市民図書室がある。蔵書の合計は139万4000当時、であり、神奈川県内の市区町村立図書館としては、横浜市、川崎市に次いで、 多い増書数である。また、市民一人当たりの年間貸し出し冊数も比較的高い数値となっている。近隣の横浜市立図書館、鎌倉市図書館などとも提携している。藤沢市図書館は第二次世界大戦終了後に始まった。冒頭で述べたように、藤沢市には5カ所の図書館に加え、11カ所の市民センターの中に市民図書室がある。図書室は、 蔵書数が少ないが、インターネットで予約した、市内図書館の蔵書の取り寄せ、返却を、最寄りの図書室で行うことが可能。位置などの詳細は、藤沢市民図書館を呼び、市民図書室を参照。藤沢市総合市民図書館は、藤沢市湘南第7丁目18の2に位置する、同市の中央図書館である。2018年度における蔵書は、 図書465,857冊。内訳は、一般書323,320冊、自動書77,963冊、地域資料43,884点など。他に、雑誌四千七十六点、視聴覚資料が四百四十九点というように、文学者、思想家の個人全集、日本資料集、 文学全集、視聴覚資料、参考図書、地域資料、マイクロフィルム、自動書などが充実している。施設構造南側壁面をガラス張りとし、地下界の自動書、コーナー、子供図書館には、積極的に自然光を取り入れつつも、同コーナーを吹き抜けとしたことで、開放感を持たせ、同時日常外部の照度が明るすぎないよう配慮、されている。また、 建物南側はドライエリアとし、最高性とともに災害時における地下からの脱出経路を確保している。地下階は自動書コーナーのほか、閉化式書庫、駐車場などが設けられている。地上1階は、一般書、雑誌、地域資料などの開花式書庫や閲覧席が配置され、2階は市長各ライブラリー、80人収容のホール、小規模な会議室が設けられている。 建物概要立地を打球、江ノ島線湘南台駅より徒歩10分。湘南台中学校と一般住宅に囲まれた湘南台駅付近でも比較的歓声な一角にある。駐車場は併設の地下駐車場のほか、近隣の市営湘南台駐車場が指定されており、いずれも2時間まで無料。その他展示図書2760冊、録音図書3100タイトル。 デージー図書3600タイトル。総合市民図書館内に併設するが、同館と異なり土日祝日は休館し、開館時間も異なる。南市民図書館は、1963年に開館した藤沢市中央図書館がその前身である。中央機能を総合市民図書館に移転することとなり、改装と仮開館時期を経て1987年6月16日に、 開館建物老朽化に伴い、2019年4月1日より、同年6月30日まで一時休館、7月1日に、現在地へ、暫定移設された。移転後は、蔵書数が減少し、約12万冊。海に関するコーナー、藤沢市ゆかりの絵本作家、過去里市コーナー、LP レコードのコレクションがある。施設構造テナント型商業施設である大田球。 湘南ゲートの6階フロア全体を占める。なお、同フロアの一部は市民ギャラリーとなっている。フロア北側の窓際にある閲覧席より藤沢駅南口を一望することができる。閲覧席の一角には大島渚が生前愛用していたテーブルと椅子が設置されている。旧建物は施工時期が古く、館内にエレベーターがない上、 中2階構造のためバリアフリーの観点で問題があったが移転によって解決した。建物概要立地藤沢市の中心部、藤沢駅南口に面し、交通支弁である。建物2階には、江ノ電藤沢駅が隣接するほか、JR 東日本東海道本線、小田急電鉄江ノ島線藤沢駅とは、屋根付け連絡通路で直結している。徒歩2分。ただし、 利用者用の指定駐車場は、駅北口の朝日町駐車場に限られ、近隣に多数ある民間駐車場との提携サービスはない。2019年以前までの建物街を藤沢市、中央図書館松田平田設計にて、館内の写真を見ることができる。蔵書18万冊。環境問題図書コーナーを設置。辻堂駅より徒歩4分蔵書33万冊。 医療情報コーナーや、藤沢市ゆかりの著者の著書を所蔵する、藤沢市民文庫がある。鉄道駅から離れているが、駐車場に限りがあり、バスの利用が望ましい。前述のように、市民図書室は規模が小さいほか、主な相違点を列挙すると、藤沢市在住であれば、横浜市、鎌倉市、茅ヶ崎市、山戸市、綾瀬市、寒川町立図書館蔵書の貸し出しサービスが、 利用できる。同時に、これらの自治体在住であれば、藤沢市内五館の蔵書貸し出し可能。ただし、横浜市との相互利用提携は他と異なるため、資料の予約ができない。藤沢市内の大学図書館と相互利用協定が結ばれており、蔵書の相互貸借にとどまらず、規定の年齢に達した藤沢市民は、所定の手続きを経て、 下記の大学図書館を直接利用することができる。ただし利用しようとする大学と異なる学校の生徒はいずれも利用不可能。また、所持する許可証の本人の未入校が許可され、同伴は認められない。大学ごとに利用条件や規則が異なるため、図書館の相互協力や各図書館の案内で確認のこと、対象となる大学図書館現在、 ありがとうございます。